道危ねえなみたいな子たちが選択するのはやっぱ時代だったらもう個人的にはやっぱりこの割に学費は安いと、うん、もう受かるか分かんないどうしようって人に勧めちゃう内緒の医学部あるんですか。はい、もう全員おはい、始まりました。モテチャンネルです。さあ、今回もやってまいりました。黒川細井です。よろしくお願いします。さあ、細井先生なんですけど、まあ、うちのチャンネルね、いっぱい動画出てるんですけど、はい、まだ上位をキープし続ける男。いやね、あなたの持ってくるネタがね、もう意味わかんないんですよ。受かりやすいだからそうそうそう。受かりやすいとかなんかねえよみたいな。ねえよ。受かりやすい医学部。医学部ランキングか。まだずっとね、3位とか2位とかにずっといる大人気コンテンツ。ほんとさ、サムネから人にネタ振るのやめてもらえるの本当にね。映えそうなサムネを狙ってくるからさ。ね、まあまあ、YouTuber は結構サムネから作る人多いんですよ。なるほどね。あなたですね。いやいや、そんなことない。コンテンツなんかどうでもいいと思って。なんか喋れよみたいな。僕ちゃんと見てから作ってますから。見てから作ってます。細井先生の名言をね、切り取って作ってますから、ちゃんと。いやいや、俺が言ってやってんだよ。本当ありがたいですが、はい、さあ、そんな中でですね、今回ちょっとおすすめの医学部聞いてみようかなと思って。おすすめ、いや、俺はやっぱここがいいと思うよっていうね、行くんだったらここじゃねっていうのを。なるほどね。今までね、いろんな行きやすいとか強いとか聞いてきましたけど、はいはいはい、まあコスパ的にもとか、やっぱこれが強いからとかね、そういうの聞きたいと思うんですけど、どうですか、国立でおすすめ。国立ですかね。はい、まあいろいろね、例えばね、理科の配点とか、まあ英語の配点とか、まあいろんな要素があるわけですよ。だから、まあもうおすすめって万人におすすめで学なんですよ。それはないんですよ。ね。で、簡単に言うと、例えばもうおすすめって言ったら、サーフィン上手くなりたければ琉球行けよとかね、はいはい、そう、例えばウィンタースポーツやりたければ冬に北行けよってなっちゃうわけですよね、例えばね。まあだからそういうおすすめではなくて、まあ、よくうちの塾生ですね、メディケートの塾生がチョイスする大学っていうと、結構そのギリギリ、まあ今年危ねえなみたいな子たちが選択するのはやっぱ福島県立医大ですよね。お、福島県立医大多いですね。はい、まあなんでかっていうと、まずわりかしそのまあうちの塾は首都圏にあるので、はい、首都圏から近いんですよ。あ、なるほどなるほど。そう、単純に帰りやすい行きやすい、うんうんうん、コスパがいいですよね、うんうん、まずね。あまたその地方国公立大学ってありますけれども、その中でもやっぱりかなり東京から通いやすいというかね、うんうん、まあその気軽に帰ってきやすい。かつまあやっぱ偏差値があんまり高くないっていう。なるほど。はい。あとは地域枠ね。ああ、はい。はい。っていうことで、結構福島県立医大をなんとまあちょっとセンターあんまり良くなかった子とかは、うん、まあ、選択することは多いですね。うん、英語むずいですからね。そう、難しいです。僕ね、もう一進館やって竹田君、はいはい、もうどんだけ医学部の問題解いたか今年。じゃあちょっと英語的にはどこがおすすめなんですか。英語的におすすめ、あんまないですね。英語苦手な人、英語苦手な人はもう確実に国立で他と同じになってるところ、医学部専門じゃなくて同じになってるところ、ね、ああ、なるほどね。だからまあ他の学部と同じ問題っていうところがもう格段に簡単。千葉とかもクソ簡単ですから、ね、千葉もめちゃめちゃ簡単。僕ら一応受かってますからね、医学部と、ね、教育ですけど。そう、一緒すんだよ。静電気来た。静電気めっちゃ来た。そりゃ、もう、ね、なんかダースシリアスみたいな感じで。いや、同じ問題なわけですからね。そうですね。それはもうかなりお得ですよね。お得中のお得ですけど。寝てても間違いないですね、あれはね。ほんと簡単ですよね。もう 90% 切ったらアホみたいな感じの試験でしたけど。それに対してやっぱ富山とかは独自ので、まあ、くっそ難しかったんで。2020はもう恐ろしい難しさだったんで、そういうことやってくる。まあけど結局ね、もうもはや僕らからすると難易度、もう関係ないんですよ。要するにだってみんな難しいんだもん、それは。そう、だからもちろんその、もう英語だけ見たらやっぱりね、そういう視点はあると思うんですけど、やっぱり僕らからすると、まあ、総合偏差値の受かりやすさだったりとか、まあ、通いやすさ、親御さんの目線っていうのが僕らにはあるので、やっぱりそういう意味では福島県立ではよくチョイスされる方多い。やっぱ単価の方がいいんですか？そうですね、まあ単価で全然、まあ、てかそこを選ぶような段階ないっていうことなんですよ。要するに現状を、例えばその行き先として、どうしてもそのセンターの足切り点っていうのを見なきゃいけなくなりますから、まあ下から見ていくと、まあ各大学たくさんあるんです。四国とか、まあ中国地方、まあそういうとこあるんですけど、やっぱりそういう意味で、東京で塾やってる身としては福島県についてはよく使いますよっていう感じですね。なるほど。はい。そういう感じなんですね。おすすめ。はい。まあおすすめというかね、困ったら使う。困ったら使う。そして結構受かる。おぉ、なるほど。そう。倍率がボーンって上がってた。この動画の影響で。困ったら福島県について。い
やばい、これでもまたコメントいきそうだ、バカにしないでくださいみたいな。ああ、福島県立大の方々からですか。東京歯科大が慶応になるっていうんで、はい、やったらもう東京歯科大の人がお叱りの。え、ダメなんですか。結構来ました。そう、なんかみんな、トッパはトッパでやっぱプライドがあるんですね。みんな下に見てると思うんですけどみたいな。そんなことないですから。確かにね、トッパはだってね、私立中学部の中でトップですからね。そうそうそう、うん、トップなんですよとか、合格率も一番なんですみたいなとかね、すごい来ました。まあトップがトップに吸収されるからいいんだよってね。なんか鶴見大学歯学部とかがね、なんか慶応とかに吸収されたらみたいなね、どんだけロンダリングするんですかみたいなさ。だってもう全入でしょ、オタクみたいになっちゃう。わお、はい、じゃあ次第だったらおすすめですか。次第だったらもう個人的にはやっぱり国際医療福祉大学じゃないですか。お、国際医療福祉大学、はい、もうおすすめですよ。なんでですか。結構まあ動画でね取り上げて、そうですね、やっぱりその本当にね次世代の教育を行ってると思うんですよ、うん、最初の半年間はもう英語をみっちりやって、はい、 でもう後半からは全て英語の授業、うん、これはねなかなか個人レベルの努力でどうこうできる問題じゃないというか、そういう組織だってやるから初めてこう人間ってまあ本気になるというか、でまあかつね同級生にはこう留学生とか各国の優秀な子たちが集っていて、そういう子たちともねディスカッションができたりとか、すごい環境だと思うんですよね。なるほど。もうほぼ国内留学に近い。そうですね。そうです、もうほぼその USMLE っていうねアメリカの国家試験を全員通るんだって、まあ実際まだ受けてない学年がねあるので分かんないですけども、っていう意思を持ってやってる、つまり世界に通用する医者を育てようと思ってるのが国際医療福祉大学なんですね。だからその割にかつ学費が安いと、うん、もちろんまあ人気は出ちゃうんですけれども、やっぱりね今後そうなっていかないと、うん、まあ当たり前ですけども日本語じゃ戦えないですよね、うん、これから医者になる子たちはね、うん、だからそういう意味では自分たちの大学、まあ、国公立とかもそういうカラーを取り入れた方が絶対いいと思いますし、かなりいろんな意味で学生の方も充実度を感じてると思いますね。なるほど、はい、じゃあもう危険だ、もう受かるか分かんないどうしようって人に勧めちゃう内緒の医学部、内緒の医学部あるんですか。はい、もう全員岩手医科大学受けてください。おお出た岩手医科大学。はい、もう岩手医科大学行ったらいいと思いますね。なんでかってとりあえず試験日が早いっていうね。あ、なるほどなるほど。共通テスト受けてる人受けてない人もいると思いますけど、うん、まあうちの生徒で私立中堅ぐらいを志望してる生徒はもうほぼ全員がまあその岩手医科大学を受けますと。へえ、そうなんですね。そうですね、まあ、国際医療福祉と被るんですけどね、たまにね。そう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 、今の2個被ったりする。おすすめが被っちゃってる。まあ日程被ったりするんですけど、岩手さんは結構受けさせてもらってますね。まあ当たり前ですけど、その時期が早いっていうのと、当たり前ですけど偏差値的にもまあ半分よりは下なんで、まあ登竜門として受ける。うん。で、まあ受かったらラッキーだし、まあ二次試験受けに行かないっていう生徒も結構多いんで、うちでは一次試験東京でやってるのを受けさせることはすごい多い。なるほど。はい、で取れたら弾みにもなるし、うん、落ちたらすごい危機感になるんですよ。ああ、なるほど。はい、もう分かりやすい危機感になるので、うん、そこからチャージがかかる子もいますし、うん、まあ、やっぱり最初試験慣れって意味でもぜひまず受けとけばいいんじゃないかなと、うん、でもう奨学金制度かなり充実してますんで、うん、要はまあ学費高いですね、まあ、もちろん3500万以上かかるんですけども、あ、もうちょっと安くなったかな、それでも奨学金が使えますから、まあ、岩手に残るっていうことをね、まあ捧げれば捧げれば、だから医者になるってことはできるわけですよ。なるほど、うん、だからそこに関してはすごいお得じゃないかなと思います。東北の2つの大学がおすすめ。そうですね、まあ必然的にどうしてもね東重視になっちゃいますよね、うん、関西に塾があるわけじゃないので、はいはい、だから関西の関西でまたその戦い方があると思うんですけど、はい、東日本だとそういう戦い方になるんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、じゃあこういった形で細井先生がおすすめする医学部、まあ異論は認めますので全然ね、うちの塾でねよく勧めてる大学っていうのを紹介しただけなんで。そうね、だからうちは関西でこれやみたいなのが来ても欲しいです ね、九州だからこれ倍みたいなのがね、ぜひコメント欄にいただければ。いや欲しいですね、はい、ぜひね私参考にしますのでぜひぜひ書いてみてください。はい、今回は細井先生においでいただきました。ありがとうございました。バイバイ。そんなのあった。